皆さんこんにちは。レック専任講師の秋元由里です。だいたい模試が一通り終わった頃ぐらいですね。皆さん手応えはいかがだったでしょうか。まあね、強く手応えをね、感じていらっしゃる方は気を抜かないようにね、気を抜かずにこの調子をキープする、そういうふうにやっていただきたい。でもし、へこんでいらっしゃる方がいらしたら諦めないでほしいと思います、まだまだ実力は伸びますからね、だから、とにかく頑張る、ただですね、新しいことには手を広げないようにしましょうね。うろ覚えはいいことありませんので、ですから今までの知識の復習、これ、やっていく、これにつきますからね。もう今までやってしまった間違い、これを二度と起こさないというふうにするのが非常に大事です、とにかくあともうわずかですから、自分に厳しく頑張っていきましょう。とにかくファイトです。